ャマジャマ、クールジャマジャマ、今日はいい日だね。望遠がついてます。え、乗って何分ぐらい今？ちょ、もう見えたよ。あれやろ絶対。どっちから来てんの？うわ悔しい。めっちゃ見つけたい。観覧車すぐ近く。うわ俺なんかウォーリーを探せみたい。人めっちゃちっちゃいからな。おった。今までも撮られてるなこれ今。おったおったおった。今これ収まったんじゃない？めっちゃ狙われてるよ。今さ望遠で覗いたらめっちゃ俺のカメラ向けられたんだけど、ちょっと隠れた。あ、今ね下の観覧車で隠れちゃったな。あ、やばい。そうこうしてるうちに。てっぺん、あーめっちゃ海綺麗。あっち海。今てっぺんあれだ、見えないよ。くるちゃんどこよ。降りていってもうちょっと近いところから狙えたらここに収まるかもしれん。どっか逃げたかな。あ、ほら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 、あれ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 、あそこ今ちょうどこの画面の中心ぐらいに歩いてるあれくるちゃんです。これ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 こっち見てる。俺映したから勝ちちゃうの。手振ってる。くそー、やばいな。これ俺が降りる頃にはだいぶ移動されるね。やばい、なんか倉庫してるうちに見失いましたよ。せっかく観覧車乗ったのに観覧車から見えるクルちゃんの写真しか撮ってない。ちょっと俺今からガチで捕まえに行きますね。さあ、ってことでそろそろ終わりです。はい、ワニワニパニック200円だ。ワニワニパニック絶対この遊園地ゾーンにいるってことね。ゲームコーナー任せて。はい、ちょっとお待ちください。はい、どうぞあそこのレンジのところからお金を入れてください。いや難しい。ありがとうございました。ありがとうございました。ゲームコーナーね、超しんどいんだよ。てかチョム結構近いね。熱い熱い。今開始から1時間半、半分ですね。ちょうどチョムどこにいるの。電波がね、微妙だね、この。配信には厳しい。あ、なんかお花畑に来ました。あんなに真剣にワニワニパニックをやったの初めてかもしれない。あれ？オフラインになった、セコ。オフラインセコいねんけど。熱暴走？
熱暴走の時に捕まえちゃダメってルールとかあかんって俺言っちゃったな。待って、もワニワニパニック見つけたで俺。この辺にいるってことじゃない。ワニワニから今離れてる。でも絶対観覧車の方には行かんよね。花あるとここの先や。やっぱジュエルプロ熱暴走ほんまにひどいな。俺今日全然大丈夫。オフラインちょっと今あんまり近づかん方がいいな。今見つけてもあれやからな。どこや、絶対もうこの辺やろ。めちゃめちゃ綺麗やん。ここ見つけました。今ね木の陰に隠れてんやけど完全に見つけてるから知らんふりして近づきますね。くるちゃんが配信始まったら俺も行っちゃうんで、あの奥でね写真撮ってるから、ね、難しいなここで捕まえんの。そうか、俺あの電車乗ったらよかったんや。あの電車乗ったら、あの電車乗りながらくるちゃん捕まえれるやん。今ね多分向こうも俺に気づいて逃げとる。めっちゃ逃げてるな。ちょっと一回知らんふりして気づいてないことにします。あ、やばい、逃げられた。オッケーオッケー、いけるいけるいける。俺汽車乗るわマジで。汽車乗って捕まえたらめっちゃおもろいんじゃない。まさかさ、くるちゃんも俺汽車乗ってくると思わんでしょ。まだいるかな。あそこずっといてくれたらいいねんけど、設定がうまくいかなくてだいぶ落ちてました。ごめんなさい。今ね、チョモが目の前にいてさ、慌てて隠れたんだけど。やべえ、チョモくん近づいてる。シーサイドトレインじゃないな、ガーデントレイン。OK、よし余裕こいでいてくれ。次またいで。全然出発せえへんねんけど。どこ？今チョモ近い？ちょっと待って、今気づかれた。気づかれて、あの俺のこと今隠し撮りしてるわ。あれチョモじゃないかな。あれチョモじゃない、チョモじゃんかと思ったら、すげえおじいちゃんかも。俺ごめん、目悪いんだよ俺。え、離れて。え、待って、俺さっきね、チョモに超似た人がいて、違うのかな。今はい、俺これ撮ったんじゃない。はい、はい、これ鮮明に映ってるんじゃないでしょうか。どうですか。え、俺の価値でいいですよね。あれ当たるで。え、俺映った？負けた？俺負け？嘘。そっち映った？チョモちゃんの方に映ったから。俺負けた？電車乗ってたよ。嘘、マジで負けた。嘘、俺全然チョモが電車乗ってるの知らんかった。降りたい、降りたいよ。それでは早速用意はいいかな。はい、オッケー、いいよ。じゃあ出発進行。
奥に見える緑色のレールは敏感ジェットコースターだよ。ごめん、あの一つ聞きたいんだけど、マジで負けた俺。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。おい、僕たちもいるよ。あ、リス君たちもいたんだね。リス君たちもいたよ。こんにちは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 。カイ君、花ちゃんがたくさん隠れているよ。マジでダメ。お、すごい踏切がある。あ、カン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 、バンサンカン。はいはい、踏切だ。いらんこと言わんかった。歩いてるのか。こうクールちゃんみたいな感じで捕まえたかったですね。欲を言えば。よし。ありがとうございます。コスモス撮ってる。コスモス。歩いてるのバッチリか。チョモに会いに行きましょうか。あっち、もう観覧車の向こう行っちゃったってこと。俺がさっきいたとこってことかな。コスモスってあっちよな、絶対。いたいましたよ。はい、ということでですね、本当はちょんちょんくるちゃんって捕まえたかったですけど、思いのほかしっかり映ってしまったのであの距離でね、くるちゃん多分いけるかなと思ったと思うんですけど、がっちり映っちゃいましたねダメでした。なんなら観覧車の上から映ってましたから。あ、そう、これこれこれっつっていやさあ、ということですね、ちょっとまあ3時間ってことやったんですけども、はい、はい、この勝負、チョモララでの勝利ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。もうダメだ。でもこれ多分本気で逃げたら逃げ切れるやつやったね。あ、まあ走りとか入れればね。いや、じゃなくて、うん、寄ってきたもんね。逆に、ね、あ、まあね、うん、ちょっと行ったろかみたいな感じで、ね、ちょっと余裕こいて来てもうたから。そうね。うん、あ、まあまあまあ。まあ楽しかったですよね。いや、ほんまに楽しかった。めちゃめちゃ楽しかったわ、ね、めちゃくちゃ楽しかった、あそこでせめぎ合ってる時が一番ドキッとした俺マジさ、チョモが見えた時超怖かったんだけどすごい、うわっ来たと思ったいやでも楽しかったっすね。いやほんまに、うーはいということで、ごめんなさい、もう勝手にやっちゃった。8キロ歩いたよ。もうお布団で寝た。そうね、厚めのお風呂入った。結果はですね、俺の負けということで。ガチャした。ちょっとリスナーさん、俺への助けが少ないよマジ。なんだあのチョモのコメント数。一歩動くともコメントする。随時情報が入ってくる。まあね、これも勝敗の分け目という。また次回やるときはね。いや、そうね。助けてくださいね。はい。ということで今日はですね、罰ゲームということでこれからご馳走するっていう感じなんですけどね。ごちになりやす。しゃあない。しゃあない。じゃあ美味しいもん食いに行こう。はい。またこのおシャンポー鬼ごっこ企画、うん、第2弾があればまたね、ぜひ。ということで今日は茨城県国営日立海浜公園。声からお送りしました。ありがとうございました。ステーキ君。くれたのは消えない甘い香り。君がくれたのは消えない甘い香り。一口グンに刺した。